パウル・カール・フリードリヒ・アウグスト・フォン・ビュルテンベルクは、ビュルテンベルクの王族、ビュルテンベルク王子及び、ビュルテンベルク公。ビュルテンベルク王・フリードリヒ・一世と、その最初の日で、ブラウン・シュバイク・ボルフェン・ビュルテル公、カール・ビル・ヘルム・フェルディナントの娘である、アウグステ・カロリーネの間の次男として生まれた。パウルは、ナポレオン・ボナパルトに追従する不王に対する反抗心から、 1806年から1808年までプロイセン軍の士官としてフランス帝国軍と戦った。1808年、パウルはビュルテンベルクに帰国して父と和解したものの、1812年のナポレオンによるロシア遠征には参加することを拒んだ。1813年からパウルはいとこのロシア皇帝アレクサンドル一世の軍に士官し、 第六次大仏大同盟戦争に参加し、1814年にロシア軍の将軍となった際に退役した。パウルは1817年から1852年に亡くなるまでの長い後半生をパリで過ごした。パウルは1813年以後も、父王フリードリヒ一世、そして1816年に父の後を継いだ兄王ビルヘルム一世と常に対立し続けた。 パウルは1817年から1819年にかけて続いたビュルテンベルクの憲法問題に干渉し、またビュルテンベルク家が王家として莫大な財産を保持し、処分家にまで所領を与えていることに反対した。パウルはビュルテンベルク王家の王子としてビュルテンベルク両方議会の議席を保持し、1822年から1847年まで議会に出席していた。 1841年から1843年まで、パウルは議会が兄王に対して何度か避難決議を行った際、これに賛成した。死の数ヶ月前、パウルはカトリックに改宗した。パウルの遺骸は、ルートビヒスブルク宮殿の地下納骨堂の内部にあるカトリック信徒の安置室に収められている。パウルは1805年9月28日、 ザクセンヒルトブルクハウゼン公、フリードリヒの娘、シャルロッテと結婚したが、1818 18年には、離別した。しかしこの合法な離婚は、ビュルテンベルク王ビルヘルム一世の認可するところとならなかった。パウルとシャルロッテは間に5人の子女を設けている。パウルは、女優のフリーデリケ・ポルトとの間に、初出の娘カロリー・ネフォン・ロッテンブルクを設けている。 カロリーネは1836年にバイエルンの貴族カール・マクシミリアン・フォンプ・フェッフェル、男爵と結婚した。二人の子孫にはイギリス首相のボリス・ジョンソンがいる。1847年に長らく形だけの配偶者だったシャルロッテが死ぬと、翌1848年にパウルは長年の愛人だったカトリック・シントのマグダレーナ、クレウス・イ・ヒメネスと帰線結婚した。 マグダレーナは、スペイン生まれで、イギリスの、サルシン氏の未亡人だった。パウルとマグダレーナは結婚以前に、パウリーネ・ヒメネスを設けており、この娘は1841年に、ヘルフェンシュタイン伯爵夫人の称号を授けられ、1843年に、フランスの貴族ガストンド・モンシュイ伯爵と結婚した。ありがとうございます。